パリオリンピックのバスケットボール男女日本代表の1次ラウンド各3試合はいずれもテレビ地上波で生中継される。写真特集、パリ五輪注目のスターたち、前回東京五輪で銀メダルを獲得した女子は、2大会連続のメダル獲得が期待される。男子は、競合揃いのグループで、五輪ではまず1勝が目標となる。中継予定は以下の通り、男子一次リーグ。 日本 VS ドイツ7月27日20時20分 NHK 総合 E テレ日本 VS フランス7月30日24時5分 NHK 総合31日午前0時5分日本 V ブラジル8月2日17時45分フジテレビ系女子1次リーグ日本 VS アメリカ7月29日27時50分 NHK 総合 30日午前3時50分。日本 VS ドイツ8月1日17時30分。テレビ朝日系。日本 VS ベルギー8月4日17時45分から日本テレビ系。放送情報は7月22日時点。